どうも、ウィリアム・テンプソンです。今回はですね、また私が今、とんでもなくハマってしまった腕時計に、ね、ついての話なんだけど、思いっきり個人情報載ってるんで隠しながら話すと、多分これなんだけど、わかんないんだよね。これかどうか。でね、何かっていうと、中国製の時計を買ったんですよ。で、中国の時計で聞くと、はって思うじゃん。ただ、なんかね、私が買ったのは、結構中国で有名な、まあ、日本でいう、セイコーレベルの5大メーカーがあるんだっけ ?3 大か5大、そう、中華時計っていうのね、結構好きな人いるみたいなんだけど、の、ムーブメントを使ってるらしい。それがね、シーガルって言うんだけど、リーガルみたいだよね。そう、シーガルちょっと発音わかんない。カモメって意味なんだね。SEAGULL。シーガル。で、カモメって意味、ちょっと意味はよくわかんないんだけど、なんでカモメなのか。あのね、なんかスイスの、まあ、そんなに高くないスイスの時計、スイスメイドって歌ってるものも、意外とそこのシーガルの、ムーブメントを使ってるらしいんだよ。でさ、まあ、そこのメーカーの、合ってる。そこのメーカーの、ものを買ってみました。シーコルズって言うんだっけ、シー、なんか、ちょっと読み方がよくわかんないんだけど、これね、ちょっと、すげえっすみたいなやつ。ちょ、立派な箱に入ってるよ、意外と。4月の12日に買ったんだよ。アマゾンでポチッと。で、アリエクスプレスだっけにも、安く売ってたんだけど、なんかしないけど私買えなくて、で、仕方なくアマゾンでね、2万5000円くらい高いやつ買ったんだけど、まあ、2万5000円くらい高くても、いいやってくれんの値段、9万8000円だったの。で、何を買ったかっていうと、多分今開ける。私初だから、ちょっとわかんないけど。さあ。何これ、マトリョーシカみたいになってんだけど。え、何これ、あ、説明書か。9万8000円くらいで、多分、これ、この、こうかな。あれ、あ、違う、ここにある。ちょっと見えちゃった。ただね、発泡スチロールじゃなくて、プチプチでくるまれてる。そうだね。うわ、すげえ。え、ちょっと。サンドイッチマンじゃないけど興奮してきたな。ワランティーカードも入ってますね。すげえ。ちゃんとしてんだな。まあそうそう。でもね、意外とちゃんとしてるメーカーなのよ。中華って言っても。まあ今ね、中国は侮れない状況になっちゃってるから。いろいろ政治的にも。ね、技術的にも。ちなみに日本語とかはないのかな?一応フレンチとか、英語みたいなのとかいっぱいあるけど。ないね。なんかさ、日本のさ、鉄道とかはさ、ね、英語、中国語、韓国語、まあ日本語も当然、書いてあんのにさ、中国は全然日本の、なんかやってくんないよね。うわ、すげえ。ちょっと見て、みんな。これね、私、AMD さんにさ、なんか AMD さんからチラチラ聞いてた話だったんだけど、時計について、高級時計について。なんか最初はどうでもいいなって思わないんだけど、だんだんね、すっごい欲しくなってきちゃって、ついにね、時計の世界三大機構みたいな感じで言われてる、これ、トゥールビヨンです。トゥールビヨンがね、9万8000円で買えんの。すごくない？あ、意外とちっちゃいんだね。こんなに大きくない。ほら、これが相当ちっちゃいんだけどさ、これ。すごい。これちなみにね、手巻きなんだよね。ちょっとやばい。すぐ興奮してきた、本当に。今もうね、靴とかちょっとどうでもいいんだけど。マジですげえ。トゥールビヨンがさ、もう自分の腕についてるって考えたらもう、すごくない？普通だってトゥールビヨンなんか、何千万クラスだからね。あ、そっか、手巻きだから別に振っても関係ないのか。今最近自動巻きばっかだったからさ。でね、こちら。ほら。スケルトンだね、裏は。トゥールビヨンでしょ？フライングトゥールビヨンです。じゃあちょっと巻いてみよっか。初始動。おお、ほら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 、動いてる。すげえ。すげえ。私今、肉眼で見てないんだけどさ、モニター越しに見てんからあんまり、これのね、紹介動画みたいなのあったから、それ見てんのとあんま変わんないんだけど。ちょっと見せて。
わ、すげえすげえマジですげえやべえ。こうやってね、トゥールビオン、これテンプ、ちょっと私あんま詳しくない。今勉強中なんだよ。勉強中だからさ、教えてほしいんだけど、まあ、一応今の知識、もう間違えてると思うんだけど、今言える知識で言うと、これが、普通のね、機械式時計。ちょっと待って。まあ私今、機械式時計をいくつか持ってるんだけど、まあこれが一番わかりやすいよね。前に紹介したカール・フォン・ソイテン、ドイツのね。これがさ、動いてるでしょ？これが、なんか、心臓部なんだよね、時計の。縦とか、縦？横？横だっけ？なんか、縦だか横とか、そういう重力によって、この、心臓部、テンプの、ヒゲゼンマイっていうのが、なんか歪んじゃったりして、ちょっと正確に時間を刻めないらしいんですよ。それを、重力を無視して、この、無視してっていうか、重力に対抗、抗うために、こう、なんか、くるくる回ることによって、それが、なんか知らないけど、うまくいくらしいんだよね。なんか知らないけど。それね、ブレゲ有名でしょ、ブレゲって。その人が、17世紀なんかそれをね、発明したらしいんだよね。すごいね。で、今、買うと、今買うとっていうか、普通のスイスのね、なんか例えばパテックフィリップ的なそういう高級時計を買うと、まあ、トゥールビヨンじゃなくてもなんだけど、もう何千万クラスなんだよ。で、ミニッツリピーターとトゥールビヨンと、あとなんだっけ？世界三大機構みたいな。あ、100年永久カレンダーか。100年に1回しか買えなくていいカレンダー。それが、まあ3つがね、あるんだよ。で、それらはもうバカ高いんだけど、そのうちの1つ。で、トゥールビヨン、なんかね、トゥールビヨンはないけど、永久カレンダーと、あと、ミニツリピーターを兼ね備えてる、ある、日本のね、腕時計メーカーがあるんだよね。ちょっと名前忘れちゃった、なんだっけ。で、それがね、クォーツなんだよ。で、12、3万くらいかな。いや、なんでクォーツにしちゃったっていう。機械式で会ってくれやっていうね。いや、お前なんだよって。つい1ヶ月前くらいまでクォーツでいいわとか言ってたやつが何なんだよっていう感じなんだけど。にわかです。完全に今にわかなんだけど。わしが、ここまで揃えてるんで、多分いずれ、にわかじゃなくなると思うの。ただ、それは、にわかじゃなくなるためには、時計っていうのは、これが必要なのよね。財力。私は到底追いつけません、こんなの。集めまくるのは。ちょっとこの10万くらいの時計でもね、うって思ってんのに。っていうところでさ。まあちょっと、それまではね、ある程度、いいものを、そういう三大機構とかよくわかんないやつじゃなくて、いいものを取り揃えておこうかなって、単純にね。まあよく言われてる、ね、ものとか。これも一応、AMD さんが、もうオメガ買えばっていうから買ってみたんですけど、これ70年代のアンティークなんだよ。これ手巻き。ただね、デビルだからあんまり高級品ではないんだけど、まあでもデビルっていうとさ、なんか悪魔だけどさ、街角とかそういう意味なんだよね。いや、最初ね、キャデラックデビルっていうのがあってさ、なんでキャデラックデビルって悪魔なんて名前をね、車の名前につけるんだろうと思ってさ。まあでもロールスロイスもゴーストとかつけてるし、キャデラックのちょっと、59年とかのやつはさ、ちょデビルっぽい顔してるからさ。あ、ほんと悪魔っぽい顔してんから。ここはね、よくわかんない。すげえっすって書いてあるんだよ。ちょ、俺なんて、すげえっすって書いてあるんだけどね。読めないんだけど。筆記体でさ、すげえっすって書いてある。何がすげえんだろう。友人がさ、この時計は見せてないけど、別の時計をね、リンク貼って見せたらさ、こんな、すげえっすとか自分で言ってるやつ絶対すごくねえからとか。だから私それ聞いて、まあ確かになって思いつつ、まあでもこれ今回買ったのすげえっすじゃねえわって思ったの。すげえっすちなみにね、すげえかっこいいのあんの。あ、じゃあ今のはうっかりダジャレね。あ、ていうか、ダジャレでもねえな。そのままか。でさ、今見たらさ、
すげえすって書いてあるじゃん、ここに。バックルに。D バックルなんだね。D バックルだからちょっと一回、アレクするか。そう、そんでね、中華製っていうか、中国から来てるらしいからさ、と思って、なんか、4月12日に頼んで、4月19日から5月の十何日にまでに到着とか書いてあるからさ、おい、コンテナ船って思って。まあ、待つかって。それまで気長に待つかって思ったんだよ。したらさ、今日は、ね。今日は、これ見ればわかるかな。ちょっと、前、あんま紹介できなかったこっち見せるか。ね。これ。これちょっとまだフィルム剥がしてないんだけど。今ね。何日かわかる ?20 日、20日です。なんですよね。20日だから、あ、これちなみにプレゼントなんだけど、全然、もう、19日なのにさ、19日なのに、それまでに渡したいって言ってんのに、私もしてくん、渡す機会も与えてくんないし、嫌われてんのかな?なんか、まあ、19日だったから おめでとうって言ってもさ、無視だしさ、すげえ嫌われてる気がするんだけど、こんな、で、しょうがないから、まあ、時間合わせんっておくかと思って今、こう置いたんだけど、20日に届いたんだから。19日から5月何日って書いてあったけど、まあ、ほんと、まさかのって感じ。でさ、アマゾンみたいな発送済みみたいな、まだそんなもんでさ、ね、ちなみにこれね、ブルーの、なんか、文字なんだよ。で、これね、黒と、黒文字と、あと茶色で、金と茶色みたいな。なんかそういうのも選べる。ちなみに革、ベルトの革はね、ちょっとまだ馴染んでなさすぎてさ、ビローンとなっちゃうんだけど、すぐ。ちょっと待って。ベルトの革はね、私あんまり時計の革、ベルトの革ってあんまりいいって思えたものなくてさ、なんか全部さ、靴で言ったら最悪レベルのもの多くない?何万もしたりするのにさ、あんな時計のベルトの革だって。まあ、これは何万もするようなやつじゃないと思うけど。おお、すげえな。私ね、黒とシルバーってね、で、黒とシルバーのケースで、黒ベルトでシルバーケースで、あと、まあ、文字盤これなんだろうね。ちょっと、うっすらシルバーなんだよね。白っていうか、まあ、でも、白に近いから、まあ、白だとして、こういう時計ね、持ってなかったんだよ。シンプルな色の。だけどさ、まあ、色味はシンプルだけどさ、で、デザインもなんとなく、形的にはね、シンプルだけど、トゥールビヨンが、全然見えてなかった、ごめん。トゥールビヨンがさ、こう見えてるっていう。いいね、これ。え、すげえ。うん、音はね、何ビートなんだろう。私、本当にわかんないから。チャ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 って感じだね。聞こえるかな?聞こえた?わかんないけど。で、これムーンフェーズじゃないんだよ。これなんかサン&ムーンっていう、その、今昼だよとか、太陽の絵と月の絵がこうなってて、今昼か、夜かみたいな。それをね、まあ見せてくれるやつなんだけど、正直ムーンフェーズよりこっちの方が分かりやすい。いや、てか、便利だよね。24時間のあの表示がさ、はいらないじゃん、別に。だから、じゃあこっちの方が良くないっていう。日付とあとこれなんだ?でも多分これトゥールビヨンね、1分に1回回ってる、1周してるから、だそれが秒針の役割なのかな?簡単に。これでも31まであるから日付でしょ?これ24、あで、24時間表示あるわ、ここに。よく見たら。これ24時間表示だ。今ね、なんかよくね、15時とか指してるけど。そう、これがね、パワーリザーブ。これ。多分回せばもっと。今ちょっと回したからさ、さっき。増えんじゃないかな。ちょっとやりづれえわ、これ。一回外すわ。ちなみに裏はバックルが邪魔だけど。こんな感じですね。あんまりその、おーっていう裏ではないけど。もっとなんかね、スケルトン気味の方がかっこいいよね。だからトゥールビヨンはね、すごい綺麗に見えてます。これね。ムーブメント。5気圧なんだね、意外と。なんかすげえ指が、こんなに、こんなにアップされんと恥ずかしいんだけど。
これさ、そんなにささくれ見えてないよ、自分から見たら。ただこんだけね、綺麗な、これレンズいいやつだから。いいやつじゃないけど別に。ほらほらほら、どんどんこの12あたりのやつが。40時間くらいなのかな。ほら、膜ごとに、ね、増えてる。ちなみにここが多分、あれかな？日付か、なんだ？これね、日付だ！あ、過ぎちゃった。最悪だよ。31回やるようじゃん、これ。まあいいや。今、とりあえず、7時20、なる前か。あ、これね、この、時計、針を動かすと、ちゃんとここも変わっていくよ。ほら。ほらほらほら。だんだん太陽が今、陰ってきて、月が、あれ？過ぎちゃった。月ちょっと見たいな。月見ようぜ、月。月どんな顔してんのかな。月どんな顔してんのかなって。メルヘンチックな発言してんけど。うん、なんかちょうど見えない針でやめて針でちょうど見えないんだけど、あ、ただの三日月だね。太陽はね、なんか可愛い顔描いたんだよ。そう、見えるかな。ほらね、なんか可愛い顔描いたんでしょ。ちょっと微笑ましくなる顔。あ、ちゃんと動くね。いいね。これは、これすげえっすって言ってもいいと思うよ。とりあえず20分くらいに、7時20分、19時20分くらいにしとくわ。とりあえずね、私こんなの買ってみました。で、なんかね、ジョン・ハリソンみたいなよくわかんないメーカーのが、そっくりなのがあるんだよ。ただそっちはね、もっとなんか、カジュアルっぽい路線で、そっちの方がね、なんかすごい安いんだけど、そんなの買うんだったら別にね、数万をケチって。だったら、自分の欲しい方買った方が絶対いいじゃん。ってことで、こっちを買ってみました。はい、20日、20日です。これでとりあえず調整は終わりですね。まあ、そんな感じで、時計を、トゥールビヨンの時計を買ってみました。しかも10万以下で。いや、いいと思うぞ。10万以下でこれだからな。ただね、どんくらいその強いかっていうか、耐久性があるかとか。ね、そういうのはわからん。この説明書見ようかな。なんかさ、なんかいっぱい書いたってよくわかんないんだよね。どれのことみたいな。トゥールビ、ある、これ違うか。これでもトゥールビヨンだね。フライングトゥールビヨン。これでもね、別のモデルだよね。これも違うな。これ近いけど違うよね。あ、これじゃない？これでしょ。これ。ほらほらほら！かわいいこれ。これなにこれ。やっぱこの太陽かわいいわ。この太陽好きだわ。なんか。いいわ。あ、なんか書いてあるわ、なんか。ちょっと読めねえ。35秒くらいってこと？あ、これね、ST8007 だ。これ、あの、ムーブメント。で、20何石って言ったっけな？ 25 石か。ですね。で、21600の振動数みたいなやつ。すごいわ。ちょっとこんだけ私興奮してるの久々なんだけど。とりあえず私はね、あの、宮城工業一回我慢します。一回分くらい我慢する。そしてまた新しい時計を買う。あとこれを買ってしまったんだね。これだけじゃないから。こんだけもう揃えてるからさ。まあ、これ一つはプレゼントだけど。ちょっとね、ちょっといいや、今は。靴はいいや。いっぱいあるし。ってことで、また、なんかあの、近いやつで、こう映しながら、私がアマゾンとかで、この、まあ、ちゃんとしたね、詳細を説明していこうかなというふうに思いますので、まあ、そういう方向に移ります。
はい、それでは近くで見ていきましょう。マクロレンズちょっとね手ぶれがすごいんだけどせっかく頑張ってたのに手ぶれすごくねと思って一応、まあ、見せましょうね。ほらこうやってね、なんかねカモメみたいなね、すごい全然ピント合ってねえけどね、なかなかでもいいよね。ほら綺麗でしょ。でね、そう読んでいくんだけど、名前がメーカーの名前が、シーコールズって読むらしい。でシーコールズのトゥールビオンっていうなんかシリーズで、モデルの名前が SE8007SK っていう感じで、機能が12時間時計、今中国語のね、中国語っていうか翻訳したような感じのなんつうの公式サイトみたいなの見てるんだけど、24時間と、まあ、12時間の普通のね、この今10時10分になってるのと、24時間今太陽と月のやつね、あれのやつと、あと日付でパワーリザーブインジケーターで、あと24時間の昼と夜の表示っていうねことで、特徴としてはトゥールビオン、ちなみにもう俺1分間の回してるんで、ちょうど1分あるんで、まあゆっくり見ててください。トゥールビオン、あとねウィートグレインダイヤル、なんだろうねそれ、ウィートグレイン、なんだそれあれか、ゴツゴツしてるやつか、あれね、高級時計であるあるってやつね。あとブルースチールの針とネジ、重量精度のバランスホイール、トゥールビオンって書けよ重量精度の、重量なのかな、重力じゃなくてかな。展示ケースの裏表紙は展示ケース、あスケルトンってことわかんねえなこれ。で直径が40mm、厚さ11ミリなんだけど、ちょっと測ってないからわかんないけど、なんか多分そんくらいらしい。だね、中国のサイトだからちょっとそこはわかんない、測れよって感じだけどさめんどくさいでガラス素材がサファイアクリスタルね。でケースが 316L ステンレススチール、まあ、これよく安物であるやつだよね。でバンド本革って書いてあるんだけどね、これよく見たらさ、アリゲーターって書いてあるんだよね、マジでと思って。でもほらアリゲーターとかワニが特徴のあのボツボツボツっていう気候って言うんだっけ、あのさボツボツがないから豚の皮みたいに、どうなんだろうと思って。ただでも悪くはないんだよね。で、バックルがバタフライバックルっていうやつ、わかんないけど D カンじゃねえや、 D バックルだね。でムーブメントは手巻きで、キャリバーがね、ちょっとこれよくわかんないけど本物のカモメ ST8007 ちょうど今後ろ裏映ってんけど、本物のカモメ ST8007、 本物のカモメってなんだろうな。トゥールビオンがちょっとカモメっぽい形してるんだよ確かに。ただなんか多分シーガルから来てるんだろうねこれは、ちょっとだから違うんだろうけど、なんかよくわかんないんだよね。ST8007 っていうムーブメントっていうのはわかる。で宝石25ってことで、25石振動 3Hz、21600bph、 これ何の略だ。でパワーリザーブこれ48時間らしいね、どうやら。ちょっと測ってないからわかんないけど、もうね買って10日以上経ってるんだけど、だから開けてからこの時から10日以上経ってるんだけど、でも全然ちゃんと動いてますね、いまだに止まることなく。そう、私実は1日で止まってしまった時計があるんで、それ1日2日くらいかな、またそれも紹介しますけど。で耐水性が 50m、 50気圧ですねって感じで、一応正規価格としては153,197円らしい。ちょっとまあばらつきやんからわかんない、15万前後で。これがあれですね、太陽と月の左側のあの9時あたりのやつをね見ててもらえればいいんですけどね。ほらトゥールビオンちょっとカモメっぽいでしょ、カモメかわかんないけどなんか生まれたてのヒナみたいなね風にも見えなくもないけど。でほら太陽が沈んでいいよね、星が出てきて、ちょっと遅いけどね、20時でやっと月が出ると。でちょうど三日月なんだけど針で隠れて見えないっていう。でここで日付変わるから3時頃のね、ほら
ちょっと早いんで日付が。って感じですね、紹介としては。で、一つね、もうおまけとして、こんなことを、こんなものを紹介してみようかと。Amazon で買ったんだけど、これアリエクスプレスで買うと7万5千円くらいなんだよね。で、Amazon だと9万8千円なの。ちょっと高いじゃん。でも私買えなくてどうしても欲しいから買ったんだよ。で、Amazon の方にね、カラー、アズなんとかって書いてあったんだよ。アズショーンみたいな、なんか、見せるよみたいな。で、どういう意味かわかんないんだけど、乗ってたのがちょっと欲しかった。ちょうど欲しい色だったから、いいやこれって思って買ったんだよ。さ、こんなね、メッセージが届いたの。読んでいきますけど、読めないね、早速。これ、ね、アヌくんみたいな。ちょっとこれ、K が違ったらやばい感じになってたんだけど、これね、なんて書いてあるの？ちなみにね、この青く隠してあるところは、名前とか、注文番号とか書いてあるんで、一応隠してあります。こんにちは、親愛なる顧客。邪魔してごめんなさい。応援よろしくお願いします。私たちのダイヤルスケールは黒と青でご利用いただけます。どの色が好きですか？ご要望に応じて発送いたします。ウォッチフェイス付きの添付写真。幸せな人生をお祈りします。毎日幸せ。っていうね。まあ翻訳丸出しというか、ちょっと不思議な文が来たんで、うん、面白いなと思って。別にバカにしてるとかじゃなくて、ちょっと。返してみたんだよ変な文 でちなみにね、これ添付されてる写真は文字盤の写真ですって、添付されているのはか、文字盤の写真ですって書いてあるけど、まあこれは普通にその黒い文字盤のと、黒い文字盤っていうか黒い文字と青い文字、色はほぼ一緒なの、ただ文字の色が違うだけって感じで、まあ、それはもうもともとね見てたからアリエクスプレスの方ですぐ分かったんだけど。でね、これが私の返信です。こんばんは、親愛なる店舗。返事をくれてすみませんなのだ。なぜかアリエクスプレスで買えず、アマゾンで購入なり。こうちょっと隠してありますけど。青、ブルーを希望いたす。ちゃんとね、ここはね、もう青とブルー、ブルーって書いても絶対青ってわかんじゃん。もうそこだけはもう外せないってことで。もう青、ブルーって書きましたね。写真わかりやす、シェイシェイ。中国の素晴らしい腕時計に幸あれと。毎日。別にバカにしてるわけね。ただ、ちょっと、交流が欲しいじゃんって。初めてなんだよ、私、中国人と会話するの。中国行ったことあるんだけど。中国行ったことあるんだけど。会話はほぼしてないかな。会話じゃないね、あれは。まあ、これも会話じゃないんだけど。ちなみにこの上にさ、あの ST8007 トゥールビヨン機械式時計、メンズ、ビジネスメンズ腕時計、非、プライベートカスタム、これ何？アマツ？ムーブメント、何これ読めないんだけど。なんだろうね。これがとりあえず名前、アマゾンで売ってる。今でも売ってるから。したら、向こうからね、返信があって、親愛なる、まあこれはもういいや、ウィリアム・テンプソンと。迅速な返信と祝福をありがとうございます。これはカスタムメイドだからです。ですから、それは非常に稀です。私たちはあなたの手紙を受け取り次第、あなたのためにそれを作ります。ご支援いただきありがとうございます。幸せな人生をお祈りします。毎日幸せ。毎日幸せってなんだろうね。なんか向こうの中国語とかで、それなんかあんのかな？そういう、なんかが、なんかがあんのかな？日本語に翻訳すると毎日幸せになるみたいな。そういう感じだろうね。多分ずっと言ってるし。まあ、悪いことではないけどね、全然。毎日幸せってね。で、ちなみにこれね、カスタムメイドじゃないと思う。これは嘘。確かに中国から発送されてるのかもしんないんだけど、わかんないんだよ、それ自体も。ただまあ、カスタムメイドだったらもっと時間かかるし、単純に色を選べるよ的な、そんな感じでしょ。別に、じゃあ、ねえ、
あの時計に茶色のベルトつけてもいいわけじゃん、カスタムメイドなら。そういうもんじゃん、カスタムメイドって。だよくわかんないよね。で、私もね、変身で親愛なるアヌクイ殿、カスタムメイド、それは大人への一歩となるだろう。あなたたちは私が大人になる一歩を手伝った。ありがとうございます。到着が楽しみで人生と。まあね、ふざけまくってるけどね。ふざけてるけど、向こうも返してくるから。同じ土俵に立って、あえて、ちょっと対応してみました。で、向こうの返信ですね。親愛なるウィリアム・テンプソン。ご支援いただきありがとうございます。それはあなたの手に異なる素晴らしさを示すと私は信じています。それがあなたを満足させると信じています。今、あなたはただ待つ必要があります。幸せな人生をお祈りします。すっごい祈ってくれるんだよね。もう、こんなに祈ってくれる人多分いないよ。他人で。何なんだろうね。まあ本当にね、でも、かっこいいと思ったし、それは、私が褒めてるのは本気だから。まあ、親愛なる様々アンク。長らく待ち、からしとわさびを見飽きた日々。本日ダンシングの箱が届いた。素晴らしい時計なり、すごいとてもトゥールビヨンを作れる。かっこいいし。あなたと会話できたことはいい思い出となります。時計とともに人とのつながりを大切にしていきます。シェイシェイ、グッドラック。なんか最終的に普通の文になってきちゃってるっていうね、私も。なんか意味わかんないけど、改めて見るとちょっとなんかわけわかんないけど、本気でわけわかんないんだけど。そう、だからこれ14日くらいに発送したのかな？上に書いてあるね、発送に日付。14日だよね。14日で20日に届いてるから。まあそういうことだよね。たったの6日でさ、中国から本当に届くかはわかんないし、まあ日本国内だったら絶対届くじゃん。でも、カスタムメイドじゃないじゃん、絶対。ねって話。で、そう、これね、なんか、このアヌクっていうのがよくわかんないけど、これ販売店の名前なのかな？みたいなんだよね。でそこはちょっとわからない。でさ、こうやってシェイシェイグッドラックと本気で言ったんだよ、これは。したらさ、まあ親愛なるウィリアム・テンプソン、ご提案ありがとうございます。このアドバイスは非常に役立ちます。何もアドバイスしてないんだよ、別に。提案もしてないし、どこかと思ったんだけど。まあいいや。それはあなたとおしゃべりできてとても嬉しいですって。私も嬉しかった、本当に。これはね、マジでこういうことしちゃってるくらいだから、動画にしちゃってるくらいだから、勝手にしちゃってるんだけど。まあ、思い出にはなったよね。これ、この時計をさ、見るたびに、今もう、こう、いじってるんだけど、今。中国人と会話したなと、トークしたなと思うんだよ。それいいじゃん。ただよ、最後よ。もちろんです。あなたが私のサービスに満足しているなら、あなたは私たちの店に、性のフィードバックを残すことができます。それは私たちをよりやる気にさせるでしょう。いやー、わかるよ、その、評価が欲しいのはね。それは嫌なんだよ。それは、めんどくせえんだよ。っていうかね、こういうこと書かないでほしかった、あえて。私はこうやって YouTube で絶対止めたし、本当にいい時計だよっていうことを、YouTube で上げたかったわけよ。まあ、Amazon でわざわざ。まあ、Amazon でやった方がね、買う人にとってはいいと思うんだけどさ。直接だから、そっちの方が。でもね、ちょっと残念だったね、これは。うん。いちいちフィードバック求めんだよ、中国人。まあ、そんな感じで、ね、もうそっから返信もしてないんだけど、幸せな人生をお祈りします。毎日幸せと。まあ、それはありがとうございますということで。まあ、ちなみになんだけど、このね、スゲースっていうの、ちょっと読めないんだけど、まあ、スゲースって言っとくわ、もう。一応ね、なんかブランド紹介みたいなのあったから、読みます。スゲースは香港のブランドであり、すべてのスゲーストゥールビヨンウォッチは、
オリジナルの本物のカモメのトゥールビオンムーブメントを使用しています。当社の製品にはカモメの動きに関する説明が記載されています。カモメの動きって何？羽ばたくときにこうするみたいな、全然知らないんだけど。いやー面白いね。多分あの説明書だよね。あれ意味わかんなかったな。あらゆる機関の識別をサポートします。スゲースは常に製品品質とカスタマーエクスペリエンスの卓越性に取り組んでいます。このモデルの詳細については弊社の専門カスタマーサービスにお問い合わせください。私たちはあなたが正しい選択をして良い一日を過ごすのを助けてくれることを願っていますと。まあ、まあちょっと文は不思議だけど、まあ意味は分かんなくないね。まあそうやって書いてあるということで、まあすげえっすね。このさっきも間近で見たけど、チャイナメイドって書いてあるんだよ。普通さ、メイドインチャイナとかそういうのって隠すことが多いんだよね。そういうのをもうデカデカとじゃないけど堂々と書いてるってことがね、結構まあ、自信があるんだなっていうふうに思うね。他の中国製中華時計はね、チャイナメイドって書いてないんだよね。でこれは書いてあるから相当自信があるもんだと思うんだよ。だから中国のもので10万円のものって見たことないんだけど、し、まああんまりね、あんま見なくない？中華製のもんで10万円って。ちょっとどんな品質かわかんないんだけど、ちょっと大切に使っていこうと思いますので。まあ今後ね、中華時計、まあ私もいくつか今買ってる状態で動画ももうできてんだけど、これがなぜか最初に上げる動画として最後に出来上がってんだけど、まあ、また上げていきますので、とんでもない品もあります。悪い意味で。ぜひ、見てってください。ということで、以上となります。それでは。